どうも、アルスカリアンゴです。どうも、アルスカリアンゴです。レイです。スンです。キョナです。オッケです。僕たちは、学校です。よし、僕たちは俺ら無機物になりましたというわけで、はい、今回は、まあ、このね、俺ら浜田学級のですね、テストがあるんですけど、進学率いいですか、ここ。いや、もうね、進学率いいね。めちゃめちゃ最強なんだ。まあ、というわけで今回やりたい企画は、はい、うぬぼれるな校内順位ダービー。それを、まこくんお願いします。おめでとう。はいはい、というわけで、俺らもう半大も4年やってんだよ。あ、みんなね、これこれ今後、今からテストでなんだよ。勉強も義務じゃねえんだよ。いいんだよ、ほんまに。いつもなんか皆さん、ね、大学入試とばっかやってるじゃないですか。だけど、ね、まあ、たまにはね、高校入試の問題もちょっと解いてもらって。あー、俺、服飾選抜をしたからさ、好きじゃないよ。まあ、分かりましたけどね。あれ俺、先生ゲームマスター、ゲームマスターが生徒煽ってくる。先生、その人に言ってたよ、その人に。先生だけ関大進学じゃない。まあ、皆さんには高校入試の5教科をまとめてもらって。なるほど。はい。いや、もうそこもう知らんて。いや、もうでも高校入試が何やったかって結構記憶離れてきてるもんな。まあ、ただ今回は点数が問題ではなくてですね。お、あ、もう違うんすか。大喜利した。大喜利でした。点数で大喜利振りすぎ。うぬぼれ度を測るということで。なるほど。これ自分たちがこの6人の中で何位かを予想してもらいます。なるほど。偏差値42。いや、そうだよ。そこまでじゃないよ。でもあれですよね、高校入試ってことは高校の偏差値順になるはずですよ。そうですよ。そんなことも一番知ってる。偏差値で言ってよ、今じゃ現段階。私73でした。たぶんやめた方がいいですよ。でも、マネさん結構上でしょ。てか、分からんけど上ちょいとかじゃないの。上ちょいね、勝った。でも、中高行かないと60ぐらいです。なんかあんま、正しいは言ってないんで。はい、中高行かないと60です。60勝った。例えば、電眼さんが数学で実際1位やけど予想が6位だった場合、その差の5が絶対値の差が、ポイントになります。で、そのポイントが、まあ、5教科と、まあと総合得点も。なるほどなるほど。めちゃくちゃ楽しいことしちゃうやん。6個のポイントの加算で、それが一番大きかった人がだいぶぬぼれ。なるほど。とてもいい人。嫌いじゃないけどな。確かにね。で、うぬぼれにならないために0点で6位とかになると点数の方で負けちゃうってことです。はい。まあ、うぬぼれなんですけど、はい、一応サブとして総合得点の順位も。なるほどなるほど。罰ゲームもあるんで。あ、最下位6人中6位になってもね。そう、完全に一番うぬぼれ出た人の罰ゲームは自分のいいところと悪いところをツイートしてもらいます。なるほど。まあまあまあ、自分のこと知らないから客観視してもらいます。なるほど。大事大事。総合のね、の最下位は、はい、セーラー服。これからのメイン撮影するときに、これから3回。メイン3本。メイン3本。メイン3本。1週間で。最下位の中でだけでしょ。というわけで、やっていきたいと思います。メイペイトダスボールズ。金、コン、カン、コン。おぉ。いいね。偉い。おぉ。いいね。両半もできた。今回はですね、大阪府の公立高校の入試問題を抜粋しております。いやいや、ちょっと点数差をつけやすくするために1教科ね、30分で解いてもらうんですけど、作文者には40分ぐらいかかるやつにしといてって言ってきました。なるほど。まあまあ、いいですよ。まあまあ、じゃあまず1教科目、まずちょっと聞きたいけど、先生お前とおけんのかい。いや、お前ない。中学の勉強やったら多分こんなの一番賢い。いや、もう言いましたね。いや、あれやね、先生も解いた方がいいじゃん。先生も解いて7位までにした方がいいじゃん、それ。みんなミニフグ争ってください。あ、そうっすか。まあ、一番7位やったらもう痛いから全部痛いがないよ。はい、じゃあ1教科目、はい、数学からいきましょう。よし。むずそう。いや、これ落ちていけない。まあ、予想はね、5教科全部終わってからするので、はいはい、一旦だから回収っていうので。そうです。なるほど。ただ、まあ、休憩時間に「いやー、俺できひんかったわ」って言ってかましても大丈夫です。かましても大丈夫です。みんな、まあ、朝が怒られてるね。
塚本が超楽しい。ライオンさんのような答えって読むぬちゃんな。ちょっと待って、ちょっと待って。では、試験、開始。いや、簡単だな。ここの答え、5分の2や。ちょっと、ほんま。ほんま、ちょっと、お前、黙れって、お前。ほんま、どうやってよ、お前。喋らないと言われてへんから。でも展開早いって、お前。ページめくりで、ページめくりで、ちょっとやめて、ほんまに。次のページ。今のところ満点です。お前が友達おらんかったら理由分かるわ。いや、むしろ黙ってるから俺普段。あと30秒。あーこれを計算すればいいかな。先は中学校のファーマレでしかないから。これでも予想むずいな。これ予想むずないか。これ予想難しくないか。いやでも正直結構できたよこれ。はい、終了。もう全然がでも応答した以上に焦ってた。これ計算してもらっていいですか。はい、これ計算してもらっていいですか。え、そうなの。そうなの。あの、ふと2桁の2桁さえ早くやったのに。すごい気分や。計算が終わらなかった。必死すぎる。これ結構簡単でしたよね。まあまあまあ、やっぱルートさん結構使って。いや、お前これ分からんわ。どっちがみんなできたか。けど、前らやったか、ほんまに。めちゃくちゃできました。すごいね、ダントツできたはずなんだ。今まで1個目の答えだよ。覚えてるね。あ、1個目ですね。覚えてね、どのくらいしてくれる。1個目は20分のみたいです。20分の10段 A 引く。結構来ましたね。初版でこれ綺麗にならんぞ。これやばい問題だと思いました。綺麗にならんぞ。漢字3文字を書きなさい。うわこれ快感。快感すぎる。大変なんすか。漢字3文字。うるさいねん、もう。英語読んどって、ごめん。うるさいねん。一続きの
帝国王国って言われたら、一つだけの大帝国って分かる。ね、ワンピースオブゴールドロジャーって言われたら、言い増えてる説ある。簡単やな。どっちが分かるかな。マジ、その時間違うんですよ。ちょっと久々に来ました。マジすごい、さすがこれ全部だ、普通にすげえわ。ラスト1ページぐらい間に合ってない。あと、いや、俺もラスト解いてないもん。やば。先生、トイレ行ってみるでしょ。あ、どうぞー。ダメ。言い出せました、それ言い出せました。あ、どれ、揚げ鶏食べた？食べてない。冷え揚げ鶏になってるわ。冷え揚げ鶏、冷え揚げ鶏。いや、今いられた。あ、今食べる。食べん。いや、いいな。まあ、話してる教育すごく簡単じゃない。リベンジ。よし。はい、じゃあ行きましょう。試合も開始。お願いします。はい、そんなにほぼそこまで感じたな。やばいやん、これ感じわからんわ。あれ終わったね。まだだったんですか？まだだったんですか？まだだったんですか？どうしようか、なんか、頑張ってる。ステージ下の右から3キロ目。いや、もうこれ無理やわ。はい。何か皆さん余裕ですか、ちょっと。いや、ちょっとわかんないです。おっと、ノエリンさんが、ついに喪失の沖縄。なるほど。終了。まあ、どうだろう。先に予想タイム。早速予想タイムか。おすげえ。うわ、むずい。今持ってるわ。はい、だから1から6までの数字かけばいいです。いや、もうこれむずい。これはどうしてもあんのか。これやっぱ話した方がいいんじゃないですか。これやっぱちょっと話した方がいいそうなんですよ。沈黙タイム。沈黙なんかもしれない。沈黙で決めるわけにいかんわ、これ。いや、一回僕ちょっと話していこうか。国語、その1ミスが一つ、ひろしこりやから、あれは。で、国語だとむずいっすよ、なんか。いや、だから僕が最下位が3ミスだよ。そうですね。で、最下位が3ミスだよ。決まってるんですよ、だからこれ1や。
あ、まあ、似てしまうんだけど。おい、リーじゃねえよ、お前。おい、リーじゃねえよ、お前。まあ普通に視聴者が持ってる準備じゃないよな、俺。いや全然あります。確かに。僕思うんですけど、花田さんって賢いんですよね、結構。なんかそこ。なんでそんななんか。いや俺その新理論。いやなんかそんな話だよ。これでも超楽しいやん、この企画。そうか。これおもろいな。超おもろい。相当なんすよね。いやー、電話さん勝ちたいな。そもそもその声で。いや負けたくなさあるよ。じゃあこれでいきます。はい。いやこれでいきます。お前ら先生来た。お疲れ様です。あ、なんすか。最後なんだよ。中継は。あ、もう分かったじゃないですか。帰りのホームルームからだ。確かに。まあ一曲ずつ発表していくんで、その前に自分が何やったかっていうのを。なるほどなるほど。一番面白いみたいなんで行くんで、あの手出してやる。なるほど。はい、じゃあ数学からいきましょう。数学から。まあやったかもしれないですかね。数学一位だったと思う人。はい。あーおまえらチキンかよ。え、誰もいないよ。2位だったと思うでしょ。おお。つんくん友達になりません。
で、どうしたどうしたいやいやいや、どうした俺、ゲームマスターやったよ、もしかしたらやばい、これ。いや、これ視聴者が思ってる順位ならへんねんって、こういうの。はい。ポイント的には、花尾さんが2点。俺、1点かな。で、すぐ2点。これは2点やな。ピロマルだけ0とか。0。きっそーああ。おお、自分が2位だと思う人。はい。おお、俺が2位だよ。花尾さんはさっきのあるんで全然知らない。3位だと思う人。自信がありすぎて他のができてないの忘れました。なるほど。じゃあでもまあ俺とお前が1ですか。俺とお前が分かる。不平現るとかもさ。なるほど。6位。6位。あ、安牌って感じになって。あー、なるほどね。6位はミロマル。お前すごい。お前すごい。いやいや、違う、近くないこの企画。うぬぼれゼロめっちゃすごいですね。いや、すごい。客観分析はめっちゃできる。ノエ。ノエ。ノエ。ハンドン。やったでしょ。いや、俺自信あったってマジで。いや、そんなことあるってくらいおかしいこと起きてる今。では、2位は、オッティ。ってマジでもう数学できて、なんで社会できんねんな。社会すぐ3位だよ。うぜー。はい、英語か。次英語か。いや、ごめんな。1位だと思う人。いや、まあ、もう2位だと思う人。はい。もう、この人勝ち気ないもん。あれだよ、マジか。あのさ、英語聞いてくれ。俺は、ジン教えてきた時に英語は割と上位。花尾さん、2位ですか。またここの対決。3位だと思う人。はい。おお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 う。ノエニー。まあ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 。まあ、1位から登れたらいいことですよね。いや、でも初めてですよ、1位。そう、ちゃんと1位も1位だね。1位初めて。素晴らしい。2位。2人います。おぉ、これ、あれ、あれ、マジ？あれ、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 あるよ、これ、あるよ。2位は、オッティと、セン。まだずれてる俺もしかして。え、これドッキリですか。ドッキリじゃない。ドッキリじゃない。あの、あーやと思ったら言いにずらすドッキリ。やばい。4位。悲しいな、もう俺は。2人おります。おー、マジで1人最下位。4位になっちゃう。1人最下位。いや、でも最下位折れちゃうか。4位はピロマルと花尾。おー、気づいた。
全然加納さんまだ2点失いました。まだ2点失って僕は、いや、僕が1位だろ、もう一度はい。おお、まあまあまあ、これはでもこれは1位であれ、僕は1位だとしても、すでにもう分からんわ、俺最近気づいてんけど、俺が多分頭悪いんじゃないの、俺な、俺自分は頭いいんやけど、多分お前らの方が頭良かったの、多分。いや、それを当てるゲーム、それを当てるゲームだよ。2位だと思う人、おお、2人もあるわ、うわ、やい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 や、3位だと思う人、おお、4位だと思う人、あの君ら、ちょっと5位だと思う人、あー、一応ね、1位であれよ、これ、俺じゃあ、あ3位お願いしてるんだ、3位、まあ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 、プラス1、プラス1、ちょっと待って、マジか、4位はおっていい、おっていい、予想通り、予想通り、マジか、いや、意外、そうだね、いやー、お前、よしよしよし、いいぞ、上がってきた、いいぞ、俺だけが登ってるの、風向き変わってきた、もしかして、これでもなんか、ね、広まるとなんか今カッコ組んでる状態で5位は広まる、おーすごい、客観数字高、1位予想、2位予想、3位予想の中に6位がいるぞ、やばい、あーあー、やってんな、どうでも俺がいますね、どうでも俺がいますね、どうでも俺がいますね、あれあれ、いやまあ、2位完全にこれと6位の気持ちでね、くっついた絶対俺やもん、いやでも小田さんがもう6位やったらもう終わりだ、これはもうこの動画上がりませんから、6位、6位、はい、あ、6位、6位は
ちょっと全部低いんで。いや、負けたくねえんだよ。負けたくねえ。さあ、今。俺が勝ちたい。おってやしゃーい。まだ呼ばれてない。嬉しい。まだ呼ばれてない。普通に嬉しい。1個、1個。すぐに行かないで。次は。あー、負けた。なるほどね。負けた。まだまだ1ですか。負けた。負けた。結構負けてるな、俺と。今日俺めっちゃできてる日だった。あ、2位か。なるほど。なるほどね。総合ね。あ、これ総合。総合なんですね。総合。1位だと思う人。はい。やっぱ数学すごい。
2位は電眼ロイロマンおぉたんごたんごそれがじめゴーグルゴレですゴーグルゴレすげーだみんななんかいやどっちだろうなどっちだろうなどっちだろうなうぬぼれ王は花王17位いやこれじゃあ世界記録ですよ世界記録世界記録じゃなくてこの競技の世界記録でスンがちなみに9分あ、9かあ、もう好きじゃないもう結構俺がやってるけど実は強すぎてなんかかすめようと思ってこれでも第2回やりましょうかいや第2回やりましょうこれ第2回やりましょう楽しかった結構というわけで皆さんも謙虚にいきましょう説得力間違いないありがとうございましたありがとうございましたよろしくお願いします